国民を貧困化から救うためには。なお、この音声は三橋貴明本人のものではありません。さて、貧困化とはお金がなくなることでは必ずしもありません。貧困化とは物やサービスを買えなくなっていくことです。具体的にはパンを買える量が減るという話ですね。例えば名目の給料の額面が下がっていたとしても、物価が大きく下落すると実質賃金が上昇し買えるパンの量が増えます。逆に名目の給料が上昇していたとしても、それ以上に物価が上がってしまうと買えるパンの量が減ります。実質賃金の下落です。デフレの国では確かに物価が下がるのですが、それ以上のペースで名目賃金が落ちるため実質賃金が下落します。いずれにせよ、実質賃金の低下イコール貧困化なのです。この実質賃金、少子高齢化に端を発する生産年齢人口比率の低下を受け、人手不足が深刻化しているため、そろそろ上がってくると思っていたのですが、なかなか厳しい状況です。実質賃金、3月は 0.8% 減、2ヶ月ぶり減少。厚生労働省が9日発表した3月の毎月勤労統計調査によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は、前年同月比 0.8% 減った。2ヶ月ぶりに減少した。名目賃金の減少に加えて、消費者物価指数が上昇し、実質賃金を押し下げた。減少幅は2015年6月以来1年9ヶ月ぶりの大きさだった。厚労省は賃金動向について、基調としては緩やかに増加しているとの見方を示した。基本給や残業代など、名目賃金にあたる現金給与総額は 0.4% 減の27万7512円だった。減少幅は15年6月以来の大きさ。内訳を見ると、基本給にあたる所定内給与は 0.1% 減、残業代など所定内給与が 1.7% 減だった。ボーナスなど特別に支払われた給与も 3.6% 減と落ち込んだ。現金給与総額と決まって支給する給与の実質賃金を対前年比でグラフ化しました。2016年は物価下落の影響で実質賃金が対前年比でプラス化するという皮肉な結果になったのですが、現在は物価が持ち直しつつある中、名目賃金が下がる形で実質賃金が下落してしまいました。ちなみに名目で見た17年3月の現金給与総額は、対前年比 0.4%、 決まって支給する給与は 0.2% でした。第2次安倍政権発足以降の状況をまとめると、13年、物価が上昇に転じたが名目賃金が下落し実質賃金が下落。14年から15年、名目賃金は上昇したがそれを上回る物価上昇が起き実質賃金が下落。16年、物価が下落に転じた結果、名目賃金がほとんどプラス化しなかったにもかかわらず実質賃金が上昇。現在、物価が上昇に転じたが名目賃金が下落し実質賃金が下落となります。名目賃金はせっかく14年から16年にプラス化したにもかかわらず、またもやマイナスに戻りつつあるのです。結局のところ、需要の堅実な拡大を伴わず、生産年齢人口比率の低下により人手不足が深刻化しても賃金はなかなか上がらないという話です。と言いますか、経営者が上げられないのです。需要が拡大し生産性向上を伴って初めて実質賃金は上昇します。と言いますか、マクロ的には実質賃金上昇は生産性向上とイコールになります。日本の実質賃金は恐るべき状況になっていまして、なんとピークの1997年と比較し 15% も下落してしまっているのです。しかも 15% 下落とは平均であるため、それ以上の貧困化に見舞われた家計が多数派でしょう。妙な話ですが、現在の日本は需要拡大がない状況で、人口構造の変化により人手不足が深刻化し、果たして実質賃金は上がるのかという、ある種の社会実験の結果が見えてきている状況にあります。国民を貧困化から救うためには、やはり政府による需要拡大が不可欠という結論が明らかになりつつあるのです。